2014年3月14日、2チャンネルのある突すれが小さな盛り上がりを見せていた。そこでは一致が、ある心霊スポットに一人で突する様子が実況されており、ガイ沼事件を彷彿とさせる現場写真は、スレ民たちを沸かせたのだが、その後まさか、このスレッドで、多くの人がトラウマを抱えることになるとは、まだ誰も想像していなかったのである。初レスが画像ウープであるこのスレッドは、多くのスレ民の期待とともに始まった。お疲れ様。こういうの大好物。期待。道あるけど狭いし、草が邪魔。割と進んだ。なんか穴ぐらいの石段みたいなのがあったけど、狭くて入れず。0時過ぎてから本格的に行くんだよね。行かねえよ。廃墟突撃した時に、本家のビッパーに煽られて地下室行って以来ことになったわ。エロ本は落ちてないのか。スレ民たちが各々楽しむ傍ら、一致は画像投稿を続ける。割と危ない。分岐点。沼。なんか出た？何も出てないよ。これらの画像ウープより、早速場所の察しがついたスレ民は、夕方だから多少マシではあるものの、夜になると怖くなる場所だと口々に言い、あるスレ民は変な車に後をつけられてガクブルしたとのこと。すると一致から、この場所は和歌山県の森林公園だと明かされ、ここはいろいろと物騒な噂も数多くある場所らしく、ネットで検索してみると、興味深い記事が次々とヒットした。また、この公園は大きな恐竜のオブジェクトがあることでも有名で、スレ内では一致に深夜の凸を望む声が出始めていた。今からもう一回行ってみてよ。これ今行ったら出そうだな、行こうか。ここは嫌だけど、恐竜のところだったら後で行ってきてやる。気をつけてな。当時の時刻は夜の10時であったが、一致は早速、夜の現場突に向けて準備を進めるのだった。なんかの骨。サンクス、とりあえずもうちょっとで充電終わるから、行ったら実況する。今から心霊スポット突するの？これは要スレの予感。なんかあったらここにお書いたのやつ読んで、俺たちはお払いしてもらうから、一は俺たちのこと気にせず死んでこい。そしてとうとう夜の11時14分、一気から現場のふもとに到着したと連絡が入った。とりあえずふもとに到着。森林公園の中に恐竜がいんの？それはどういう心霊スポットなんだ。ベンチに子供が座ってるとか恐竜の目が動くとかそういう噂。この位置行動力あるよな、気をつけろよ。あと、4から5分だな。ワクワク。夜の道は雰囲気あっていいね。その噂のベンチとやらも、できれば写真お願い。ここで、あるスレ民が写真の不自然な点に気づく。が、その後投稿されたのは、まさかのボッサンコラであり、緊張が高まりつつあったスレ内の雰囲気を一時和ませるのだった。そして時間は進み、目が動くと言われる恐竜のオブジェクトの前まで一致が到着。続々と現場の写真が上げられ始める。公園内に侵入成功。びっくりするほどユートピア。問題の恐竜。眼科眼痛に出てきそうだな。恐竜の目動いてる？ちょっと暗すぎてわからん。一応アップな。怖え？光は懐中電灯当ててる。結構雰囲気あるな。こんな時間に公園で恐竜にライト浴びせてる位置って。ライト当ててこれくらいだな。見づらくてすまん。そして次に、子供が座っていると噂される問題のベンチの写真が上がるも、これといっておかしな現象は見られず、一致自身が運行を催していたことから、一致はトイレから投稿を続け、ここで、とうとう恐ろしいことが起こる。髪がない。わろた。今からはうんこぶら下げたまんま探索か、頑張れ一。女子トイレは？両方ないから葉っぱで拭いたわ。こうして味噌付き一気くんはこのまま捜索を続けることとなる。ふえ？お尻気持ち悪いよ。怖すぎわろち。これは普通に怖いな。妙に目がリアルな恐竜だな、なんか人間的。動かなくても十分怖い。なんか怖い。とりあえず橋まで来たんで今から撤退。帰ったらケツ拭けよ。風呂入りたい。ケツ気持ち悪い。ケツを洗いたいという一致だったが、この願いを叶える前に、一致はある不自然なことに気づいてしまう。何かやばいの来たす。言ってしまったわ。
これが最後の言葉になるのか？無事かどうかだけでもレスしてくれー。なんぞ。多くのスレミンが一致を心配したのだが、この数分後一致からの投稿があり、ドキュンが来たと思って全力疾走で逃げていたらしいのだが、実はそれがドキュンではなくて警察で、おまけに塩も持っていたことから、話がこじれてしまったと説明した。うんこつけながら走ったのか。警察いるってことは案外大丈夫かな。わろた、まあこの時間にうんこぶら下げたおっさんが公園いるんだから無理はない。これ違うの？突如スレミンが一致が挙げたある写真を示しながら、そうレスした。その写真は、一致がなんか怖い、と言いながら挙げた東屋の写真で、よくよく見ると、画像上部に人の顔らしきものが確認できることがわかり、スレないは一時騒然となった。心霊写真撮れてたみたいだから、もう一回行ってきて。しんどいわ。とりあえず今帰宅。その後スレッドでは写真に写った謎の顔について、考察が広がることはなく、東屋の梁の木目が人の顔のように映った、ということで話は落ち着いていた。また一致は、深夜突起こったことを簡単に説明し始めた。俺し、撮影を終えてレスを返しながら歩道を歩いてると、後方から車のエンジン音が聞こえてきて、音が近くなってきて徐々にスピードを落として近づいてくる。ドキュンかヤクザかと思って全力疾走する。車もスピードを上げて追ってくる。全力で走る俺し。後方をふと見ると赤色灯が光ると同時に、そこの人止まりなさいと拡声器で呼ばれる。何で逃げたん？この時間何してるん？びっくりしたんで走りましたジョギングです。何か変なの持ってない？スマホ以外持ってないですきり。じゃあその腰の膨らみは何？ウエストポーチをつけてたのをすっかり忘れて。なんで嘘ついたん？忘れてましてそのデュッフ。中見せてよ。俺氏のポーチからパケに入った塩が見つかり、薬物と勘違いされ白線の上を歩かされ、最終的に塩と判明して解放。191オツ。楽しませてもらったぜ。一応帰り。警察が見回りしてるのか。木目か、なら安心だな。三つ点があれば顔に見えるってやつか、またすれ立てしたら見るよ。とりあえず今帰宅風呂入って寝るわ。ケツ気持ち悪いし、付き合ってくれてありがとな。おつおやすみ、ケツちゃんと洗えよ。おつ、面白かった。今度突するときもすれ立ててくれ。そうしてこのすれは両突すれとして、祝福されながら、幕を閉じたのだが、本当にこの顔は東屋の木目が顔のように映っているだけなのか。私にはこれが、視聴者のあなたを見つめる何者かのように思える。どうか目だけは合わせないように。それでは、お疲れ様。